スカットライン。俺の名前はヒロシ。スカット健康カンパニーという会社で健康食品の営業を担当しています。ヒロシ君、今月も営業成績1位じゃないか。ありがとうございます。これも部長のおかげですよ。嬉しいことを言ってくれるね。よし、そんなヒロシ君には少し難しい商品を任せよう。難しい商品？まあこのお茶なんだけど、もちろん栄養価も味も一級品なんだが、なかなか売れなくてね。なるほど、そういうことなら任せてください。絶対に売り上げを伸ばしてみせます。お、頼もしいね。じゃあ今日もよろしく頼んだよ。はい、じゃあ早速営業に行ってきます。本当にヒロシ君は優秀だな。それに比べて、かったり、今日も外回りかよ。くそ暑いのに。亮太君。はい、何でしょう。聞いたよ、君今月も営業成績最下位なんだって。すいません。ヒロシ君からいろいろと教わるといいよ。彼なら営業のコツを知っているだろうから。はあ。じゃあ今日もしっかり頼むよ。わかりました。ちょっと成績がいいからってみんなヒロシヒロシヒロシって、そのせいでこっちが肩身狭い思いしてんだったな。まあこの仕事は俺には合わないし、夏のボーナスもらって辞めるんだけどね。ってん、これヒロシの名刺？そうだ、どうせなら辞める前に優秀なヒロシに一泡吹かせちゃおっかな。その翌日のこと。さあ今日行ったら明日は有休、営業しっかり頑張るぞ。行ってきます。さてと、俺も行きますか。これを持ってね。こんにちは、私スカット健康カンパニーの者なのですが。はい、何かご用？おばあちゃん、私はヒロシ、大平ヒロシという者です。本日はお得なキャンペーンを紹介しに来たんですよ。お得なキャンペーン？ええ、実はこの飲むだけで元気になれる青汁、今1年契約していただきますと、なんと通常の半額でお買い求めいただけるんです。半額、そりゃ本当かね。本当ですとも。ただし今日までのキャンペーンになっておりますので、この機会を逃してしまうと定価での販売になります。確かに私も年だし健康に気を使わなきゃね。何より半額なら、よしお兄さん契約させておくれ。ありがとうございます。ではこちらにサインを。私の名前は大平ひろし、大平ひろしですからね。よく覚えておいてください。翌日。これは一体どういうことだ。クレームの電話が鳴り止まないぞ。どうやら全員昨日契約したひろしのお客様みたいです。お宅のとこの大平ひろしが半額だって言うから契約したのに、倍の値段が引き落とされとるんじゃが。半額。おい、どういうことだ。もしかしてヒロシが嘘の営業をかけてたんじゃ。じゃあ嘘の営業で成績1位になっていたのか。信じられん。いや、だが早く大平ヒロシを出してちょうだい。あたしゃその男に騙されたんじゃよ。これはもう言い逃れできないな。ですね。うまくいった、うまくいった。次の日、俺は部長に呼び出されました。ヒロシ君、おはよう。部長、おはようございます。それでお話とは？うむ、ヒロシ君、君の異動が決まった。え？異動？なんでまた？それは自分の胸に聞いてみればいいんじゃないか。嘘の営業で成績1位を取っていたとは、君にはがっかりだよ。嘘の営業？ま、待ってください、何の話ですか？俺、嘘の営業なんて一度も。とぼけるな。昨日はクレーム処理で大変だったんだぞ。半額キャンペーンなんて甘い言葉でお客様を騙すなんて、呆れて物も言えんわ。1億円分売り上げるまで向こうで修行してこい。そんな、俺本当に何もやってないんです。信じてください。すまないが、今の君の言葉に信憑性はないよ。部長、嘘だろ。俺本当に何もしてないのに。災難だったな、ヒロシ。リョータ、なあ信じてくれ。俺は本当にやってないんだよ。ま、真実はどうであれ、移動は変わらないからな。なんでこんなことに。おいヒロシ、知ってるか？お前が移動になる死者、車で4時間くらい走んないと人間はいないらしいぜ。マジか。って、ん？人間は？
よく気づいたな。人間はいねえけど、夜になったら獣が出るんだってさ。それ大丈夫なのか？知らねえよ。俺には関係ねえしの。そんな。まあ、営業成績1位のヒロシだったら、このくらい余裕っしょ。田舎で獣に営業でもしとけよな。こうして俺は身に覚えのない罪で田舎の支社へ飛ばされることになったのです。都心から新幹線で3時間、鈍行に乗り換えてさらに2時間、おまけに駅から車で4時間、なんでこんなとこに支社建てたんだよ。しかもまるでプレハブ小屋じゃないか。こんにちは、本社から来ました大平ひろしです。誰だ。そういえば今日新しいのが来るって言ってたな。よろしくお願いします。そんなかしこまらなくてもいいよ。どうせ君もすぐ辞めちゃうだろうし。それってどういう、っていうかここ暑くないですか。クーラーがないからね。それに従業員は僕たち二人だけ。二人。窓の外見てみて。窓の外。うわ、鹿。車で4時間行ったとこじゃないと人はいない。そもそも車もポンコツだしね。ま、こんな状況じゃやめてくやつばっかだよ。それは確かに。いやでも俺はここで売り上げを出して絶対に本社へ戻るので。おー、珍しく威勢がいいな。じゃ早速営業頑張って。しかし営業もうまくいかず。私スカット健康カンパニーの。あんだって耳が遠くて聞こえないんじゃよ。まだだ。車で4時間走ってきたけど、お年寄りばっかり。営業どころか話すらまともにできない。俺本当にここでやっていけるのか。それでも俺は必死で営業を続けました。しかし数週間経っても契約はゼロ。1億円なんて程遠い数字でした。全然売り上げ伸びないな。いや、そもそも話を聞いてもらえないから当然っちゃ当然か。このお茶も美味しいんだけどな。おっと、この子たちにもそこまで驚かなくなっちゃったよ。そういえば亮太、獣相手に営業しろって言ってたな。まあ冗談だろうけど、実際プレゼンできてないしな。実はこのお茶には7つの栄養素が入ってるんですよ。殺菌作用のあるカテキン、リラックス効果のあるテアニン、他にも多くのアミノ酸や鉄分が配合されていて、飲むだけでも元気になるんです。他にも世界初の成分であるゴニョ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 、数分後。しかもこのお茶のすごいところはですね、なんといってもうまい。爽やかな茶葉の香りがスーッと抜けていくような、飲んだ後の清涼感が最高なんです。その上栄養満点。どうでしょう、ぜひとも弊社の商品を買ってください。なんて鹿相手にやってもな。よし、わかった、1億円分くれ。うわぁ、鹿が喋った。鹿じゃなくてわしじゃよ。おじいさん、どちら様ですか。というかいつからそこに。盗み聞きするつもりはなかったんじゃが、実は道に迷ってしまっての途方に暮れていたところなんじゃ。道に、それは災難でしたね。いやはや参ったよ。でもおかげで君に会えた。実はわしこういうものでの。悠々グループ代表取締役社長。悠々グループってあの高級ホテルとか海外のリゾートホテルを経営してる有名な。そこまで知ってくれているのなら話は早い。今のプレゼンでそのお茶に興味が湧いての。実は今ホテルで取り扱うお茶を探していたところだったんじゃよ。どれどれ、一杯もらってもいいかね。味も一級品じゃな。よし、これをうちのホテルに置いてみたいんじゃ。全ホテルに行き渡るくらいでざっと1億円分かの。1億円。いいのですか。即決してしまっても。わしは人を見る目にだけは自信があっての。さっきのプレゼン見事じゃったぞ。こんな場所で鹿相手にプレゼンなんて、君も苦労していたんじゃろう。それは。それに1億円はあくまで試し買いじゃ。契約を続けるかどうかはうちを利用してくれるお客様の反応次第じゃな。ほれ、契約書を持ってきてくれ。ありがとうございます。やったー、これで1億円分。部長の言う通りなら本社に戻れるぞ。そうだ、名刺、俺こういうものでして。
大平ひろし。どうかされましたか？いや、君以前うちに営業しに来たことはあるかね？え、いや、御社に営業をかけた記憶はありませんね。よし、わかった。では今度本社に行ってもいいかね。君の上司とも話がしたくての。もちろんです。連絡しておきますね。こうしてひょんなことから1億円の売り上げを達成した俺、そして後日俺は UU グループの社長を案内するため本社へ足を運ぶことになりました。ひろし君、どうなってるんだ。あんな偏僻な支社で1億円分の売り上げなんて。偶然じゃないですかね。それにしてもその社長、社員総出で出迎えるほど偉いんすか？亮太君、知らないのか。 UU グループの社長様はな、運やコネがないと接触できない伝説の社長って呼ばれてるんだぞ。ひろし君、本当に一体どうやって。こちらです。立派な会社だの。こんにちは。これが我が社の社員です。全員揃っているようで。なるほどなるほど。では早速君の出番じゃ。はい。あの人は。さて、我が優秀な秘書よ、この中に大平ひろしという人はいるか？何を言って。大平ひろしは。はい、大平ひろしはあちらの彼です。亮太、一体どういうことだ。亮太君、どういうことかね。一回だけ営業に行きまして。彼は社長がご不在の際、私にしつこく営業をかけてきましたよ。半額になるキャンペーンがあるとかどうとか、あまりにもしつこく、プレゼンも聞くに耐えないもので、丁重にお断りさせていただきましたが。半額になるキャンペーン？それってひろし君が左遷になった原因でも、この方が言うひろし君は。ええ、こちらの方ではなく、あなたの後ろに立っている男性ですね。その時もらった名刺も社長にお渡ししておりますし、社長は全ての来訪者のお名前は記憶されております。そうか、わかったぞ。亮太、お前俺のふりをしてデタラメな営業をかけてたんだろう。俺を陥れるために。まさか本当なのか、亮太君。それは死者に異動になって俺がどれだけ落ち込んだか。だってヒロシが悪いんじゃないか。はあ？お前が成績上げるから俺はこの会社に居づらくなったんだよ。元はといえばお前のせいだ。自業自得だ。ちょっと何言ってるかわからない。そんなの自分で頑張って結果を出せば。うざいうざい。もういいよ、俺は会社辞めるつもりだからな。もうどうなってもいいさ。次は営業なんかじゃなく、転職先の極楽旅館でゆっくりのんびり働くんだ。はあ、極楽旅館でな。お前さん、それがうちの子会社だということは知っておるのかね。そんなことも知らんと。まあ、どの道こんな姑息な真似をするやつはたとえ子会社でも入れてはおけん。そう、待ってください社長。俺は。いや、待てないね。君の内定は取り消しとさせてもらうよ。そんな。もちろんうちでも雇わないぞ。お前は会社の信頼を大きく裏切ったんだからな。悪いが今日限りでクビだ。やだ、こんなこと。嘘だ。こうして全ての悪事がバレ、亮太は今の会社と転職先両方の職を失ってしまいました。一方で誤解が解けた俺は無事に本社へ復帰することに。ひろし君、本当にすまなかった。またここで頑張ってくれるかい。ええ、もちろんです。これからもお茶を売りまくりますよ。その後 UU グループでお茶をお客様に提供したところ、評判がとてもいいということで長期で契約を継続することになりました。こうして俺は今も順風満帆に仕事を続けられています。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。